まずはこの方にご登場いただきます。宮本和知球団社長付きアドバイザーです。大きな拍手でお迎えください。お願いします。宮本さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかユニフォームより似合ってビシッとスーツで決めていただきました。さあ宮本さん、はい、今日は重大な発表があると伺っております。そうですね、その前にですね、まあ、監督をですね、3年間かかってお世話になりました、投手コーチとして、私はですね今回ユニフォーム脱ぎますけども、私宮本は新たなことにですねチャレンジしてまいります。まずはこちらをご覧ください。その中で彼女たちに夢のステージを作ってあげたいと思い、私、前々から思っておりました。それをなんとか、山口長男はじめ原監督以下ですね、本当にこの私の気持ちをですね理解してくださり、ここまでたどり着くことができました。彼女たちの、今後の野球、そして彼女たちの夢のステージを作るということで、今もですね、現在その社会的にですね世界的な目標の中の SDGs というのがあります。国際の目標の中、その目標の5番目にジェンダー平等というのがあります。このジェンダー平等をですね読売巨人軍は推進し、そしてこの女子野球チームからどんどんですね発信してまいりたいというふうに思っております。彼女たち、今日は4名の入団発表させていただきます。ぜひ今後もですね女子の方もよろしくお願いしたいなと思っております。頑張ります。お願いします。監督、本当に野球の新しい時代が始まるというイメージだと思うんですが、まず本当に出来上がってのほやほやですね。まあ、12球団、各球団、まあ、ジャイアンツもですねもう本当にプロ野球、女子プロ野球球団という形で、将来、伸びていってくれれば、それが充電球団、全チームが女子野球チームを持てるような、まあ、そういうふうなリーグになれば、素晴らしいなと、まあ、そういう点では我々ジャイアンツの、まあ、選手たちもですね、協力して、特に、宮本はそういう点ではもう発祥の地であり、そして生みの親になる可能性があります。それをしっかり支援していきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。それでは早速ご登場いただきましょう。ジャイアンツ女子野球チーム選手の登場です。守備力も高い選手です。
吉安。